皆さんこんにちは、引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年8月の10日土曜日でございます。気温は31度といったところでございましょうか。相変わらず暑いですね。そして僕は思います、こうも暑いからお便りが来ないんじゃないかなって。それもこれも暑さのせい、そういうことを投げかせていただきたいとは思いました。でもそうなんですよね、そうなんです、ちっともお便りが来ないんです。ですから僕は思います、それは僕はこうでなければいけないっていうのを思うんですよね。それがこちら、はい、こんな感じでございます。僕の中でこんな感じでございます。どうでございます、お分かりになられます、これが一体どういうことだか。そうなんですよ、僕はやりますよということでございまして、はい、これが何かと言いますとこちら、はい、そうでございます、そうでございます、もう、はい、腕の見せ所っていうところでございます。これですよ、これ、ほら、そうですよね、見せ所になってますよね、ちゃんとご覧になってくださってます、はい、僕のイラスト、そう思います。ちゃんとピカピカピカってされてるじゃないですか。そういうところも見せ所を表現しているというところを言わせていただきたいのでございました。ですからお便りがなければないほど僕はちゃんとその僕のスキルを、はい、僕のスキルを使って皆様に楽しんでいただく、そういうことを心がけないといけませんよね。そうは思いました。じゃあどういったことがリスにはできるのみたいに思われるかもしれませんが、僕も疑問です。何をお話ししましょうか。そうですね、そうだ、はい、やっぱり昨日もフラッペについていただけてませんよ。はい、フラッペ問題どうなりました。フラッペ問題、皆様は気になられないのでございます。フラッペって一体なんでそういう風に言うのかなっていうことを、僕はやっぱり今でも疑問です。はい、これ絶対日本語じゃありませんよね。どこからかやってきた言葉、そういうように思いまして、フラッペ、フラッペ、フラウペ、フラウピー、フラウピー、フラウピーっていうことでございまして、ちょっとパリジェンヌっぽくないですか。フラウピー、どうです。となりますと僕はフランス語と睨ませていただきました。フラウピー、はい、どうでございます。僕の予想ではフランス語ということでございまして、はい、フラッペ、一体どこの国の言葉なのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。それにしてももう中旬ですよ、8月の中旬、8月の中旬、そしてお盆直前となりますと、はい、皆様お盆はどこかに、これも前に皆様にお伺いいたしましたが、お盆休み何かされます。それともちゃんと帰省してご先祖様の供養をされます。そこら辺僕は気になっております。僕には一切お盆休みはございません。ですから皆様の
お盆休みを僕に教えてください。それによって僕はお盆気分になります。でもちょっとそうなんですよね。親不孝者だなって思いますよ。甘噛みしましたが、親不孝者だなって僕はそう思います。はい、帰省してご先祖様を弔う、そういうことをしませんことにとっても、はい、恥ずかしいばかりでございます。そうなんですよね、それは思います。ですから僕ちゃんとしないといけないなとは思ってるんです。ちゃんとしないといけないなとは。でもなかなかそうなんですよね、できないなっていうところがあって、本当にもう申し訳なく思っております。父さん母さんごめんなさい。そうは言わせていただきました。はい、皆様もそういうことございませんか。そして最近地震が多いですよね。ちゃんと防災の、はい、用具とかは揃えていらっしゃいますか。僕は一応その防災用具、それを一式揃えたんですが、でもちょっとしばらく、はい、食料品などチェックをしておりません。ですからちょっとチェックしないとなっていうのは思ってます。ですからこれを機会に改めてチェックする、そういうことを皆様もなさってくださいね。そうでございます。それにそうなんです、実際その被災された、はい、方いらっしゃいましたならば、そのご経験、教えてくださいませんでしょうか。特にこれが必要になったっていうようなことを、はい、もう嫌な経験を思い出されるのはとっても厳しいことだとは思いますが、そのご経験なされたことを、はい、他の方に広めることで、はい、その、なんて言うんですか、役立って、後世に役立たせていただける、そういうことを願わせてはいただきたいと思います。ですので、ぜひともそのご経験、改めて、はい、苦い思い出ではございますが、教えていただけますと嬉しいばかりでございます。ただただ、その時に役立ったもの、それらを教えていただけますと嬉しいばかりでございます。そういうところではございましょうか。もう本当に地震とかどうにもできませんからね。それは思いますよ。僕も実はまあこういうことを言ったら、はい、どのあたりにこのスタジオあるのっていうのがバレてしまうかとは思いますが、やっぱりそうなんですよ。結構揺れました。はい、結構そういうところでございまして、やっぱり恐怖を感じました。ですから改めて地震っていうものに対してちゃんと用意しておくべきだなというところは思いましたね。ですから、はい、もう備えあれば憂いなしということでございまして、まあでも備えあっても憂いありますよね。そんな感じはいたしました。はい、もうどうしようもない災害っていうことに対する憂いが、はい、それは思います。ですので、はい、もう気をつけたいなと。気をつけてもどうしようもできませんけれどもね。まあでもそれでも気にかけてはおきたいなというところを思った次第でございます。あとはそうですね、あとは引きこもりさんはこういうパワーアップしてよみたいな、そういうご要望もございましたら、ぜひとも、はい、お便りでくださいませ。それに、はい、向き合ってパワーアップをさせていきたいと思います。なかなかパワーアップって難しいですけれどもね。最近では最後のこの放送の終わり、そこをちょっとパワーアップしたというところが、はい、ありましたのでございます。ですので
最後の最後まで必見ということは言わせていただきたいと思いますよ。あとは何でしょうね。あとはそうだな、あとはパワーアップと言ったらこれといったことはございませんよね。はい、そうなんです、そうなんです。でも皆様、作者さんのサインが書かれているのはご存知ですよね。はい、この画面の中に。それはお気づきですよね。作者さんのサインが書かれているということは改めて言わせていただきたいとは思います。必見でございますからね。まあまあ、頻繁に出てますから、頻繁に出てますからお気づきですよね。そうだといいなとは思いました。あとはあとは、本日土曜日ということでございまして、明日は通販うさぎ部長ちゃんの最新話公開ですからね。それも強く強く言わせていただきます。そうなんですよ。はい、あとグダグダ団の最新話実は完成してます。でもいつ公開にしようかなっていうところがちょっとわからないのでございますよ。ですからグダグダ団の最新話が見たいという方がいらっしゃいましたら、 YouTube のコメント欄やお便りにお願いをいたします。実はもう完成しているグダグダ団の最新話、はい、見たいよというご要望お待ちしております。ぜひともぜひともよろしくお願いをいたします。はい、強いご要望があってこそ、はい、公開をしたくなるというところがございますからね。ですから、はい、皆様からのコンタクトをお待ちしている次第でございました。あとはそうだな、やっぱり読み聞かせ絵本の配達だぞ。これは、はい、ぜひとも事前に通知のご予約とかされてくださいね。コメントとかもお待ちしておりますよ。とっても楽しみみたいなコメントお待ちしちゃってますよ。ということでございまして、まあまあそうしたところでございましょうか。もうもうそんなところでございます。今日いっぱい言っちゃうと明日お便りがなかった時に非常に困りますよね。そこは僕は思っているのでございました。明日はお便りいただけますよね。まさかのなしでございますか。まさかのなしで、そんな感じもいたしますよ。そんな感じも、だって皆様お盆とかで帰省してリスの放送なんか見てられないよっていうところございますしね。多分そういうところもございましょうしで、ですからここ数日は、はい、乗り切らないとなという気合をとってもとっても込めております。ですから、はい、皆様よろしければお便りを、そして頑張りどころだよというところでございますならば、はい、僕の頑張りどころをどうか寄り添って応援していただけますと嬉しいばかりでございます。寄り添いの応援をと思います。とのとのことでございまして、じゃあじゃあ本日も引きこもりさわ行ってみましょうか。まずはお便りもないということもございまして、本日そうなんです、お便りないので土曜日のコーナーをやらせていただきたいと思います。土曜日といえばあいうえお作文でございますからね。はい、でございますよ。ということでございますから、はい、本日のあいうえお作文のまずはお題から皆様にご覧になっていただきたいと思います。それがこちら、来ました来ました、これでございます、これでございます。どうでございますか。ちょうど文字数的にもぴったんこでございますよね。そしてなんて言うんですか、
この時期にも、この時期にもちょうどいいですよね。そういうように思いまして、言わせていただきたいと思います。はい、そうです。今回は夏祭りということでございまして、夏祭りでのあいうえお作文、行かせていただきます。全くのノープランで始まっているのでございますよ。はい、全くのノープランで。ですから、もうちょっと考えつつ、考えやらせていただきますことは、どうかご了承くださいませ。というところでございまして、いきますね。はい、いきます。まず、夏祭りのな。なんとも暑い最近です。はい、なんとも暑い最近です。はい、夏祭りのな、なんとも暑い最近です。そして夏祭りのつ、冷たいアイスが食べたいな。はい、夏祭りのつ、冷たいアイスが食べたいな。はい、夏祭りのま、まあまあちょっと落ち着いて。はい、まあまあちょっと落ち着いて。夏祭りのま、まあまあちょっと落ち着いて。はい、夏祭りのつ、夏祭りのつ、これ難しいですよ。はい、もう一回つっていうのは、もう一回つっていうのが難しいので、はい、ちょっとシンキングタイムを設けましょう。シンキングタイムスタート。まあまあシンキングタイムスタートって言って無言になっちゃうのどうかと思いますよね。じゃあ夏祭りのつ、つまり結局そういうことね。はい、つまり結局そういうことね、ということでございまして、はい、夏祭りのなからまずたどっていきましょう。まずな、なんて言いました僕。な、なかなかどうして暑いです。はい、なかなかどうして暑いです。つ、つ、冷たいアイスが食べたいな。冷たいアイスが食べたいな。なかなかどうして暑いです。冷たいアイスが食べたいな。まあまあちょっと落ち着いて。つまりそういうことなんです。そして夏祭りのり、り、リスだからお金ないんだよね。リスだからお金ないんだよね。あいうえお作文は何度も言わせていただきますが、面白い面白くないっていうことじゃないんです。ちゃんとできているかどうかっていうところに着眼点を置いてください。よろしくお願いいたします。でもやっぱりちょっとダメですよね。理をちょっと考え直しますか。もっと夏祭りっていうところが含まれてないといけませんよね。リにもう夏祭りが、そうなんです、なかなかどうして暑いです。冷たいアイスが食べたいな。まあまあちょっと落ち着いて。つまりこういうことですよね。
リリリリつまりつまりそういうことですよね。リンゴ飴にしておこうよ。はい、いただきました。リンゴ飴にしておこうよ。はい、夏祭りと言ったらリンゴ飴ということでして、綺麗に収まりました。完全に綺麗に収まりました。そういうことを強く強く言わせていただきたいとは思います。夏祭り整いましたでしたよね。ねーねー、まあまあそういうことでございまして、本日のあいうえお作文収まったところで、綺麗に収まったところで、お月のお月って言っちゃいましたよ、お次のコーナーに行かせていただきたいと思います。はい、皆様から広くフラッペは何語を募集させていただきますからね。はい、お待ちしておりますよ。とのことでして、お次はお夕飯コーナーでございます。はい、じゃあ行きますよ。僕の昨日のお夕飯はきゅうりカレーでございます。それというのもこちら、じゃじゃーん、どんでんどんでんどんでん、じゃ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 ーん、きゅうりカレーということでございまして、まあ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 大胆にきゅうりを、はい、トッピングした2本も豪華にトッピングした、そうした一品でございます。超絶豪華に。なんで2本使ったのって思われるかもしれませんが、はい、ちゃんと理由がございます。それは僕は月曜日にこのキュウリがやってきたのでございますよ。月曜日にキュウリが、はい、まあまあ5、6本ですかね。はい、そのキュウリ、しばらくしてますと、数日経つと、もうなんかちょっとしなびてきたんです。あ、これはまずい。もう、昨日あたりで使っちゃわなきゃ、というところを思いまして、急遽、もうちょっとキュウリの量が多いですが、もう今回で全部使い切っちゃおう、ということで、思い切って2本使わせていただきました。やっぱりお野菜って日持ちしませんよね。すぐにしなびてしまいまして、はい、ですからお野菜っていうのは鮮度の維持が大変ということございまして、お高いし鮮度の維持も大変だしで、やっぱりなかなか手軽には使えないということを言わせていただきたいと思います。そしてこのきゅうり、栄養分はどうなんですか。栄養分は何の栄養が一番あるのでございます。それを僕は皆様に、はい、お伺いしたいばかりでございました。きゅうりは何にとってもいいのということでございまして、もしもいいところがあるのでしたならば、定期的に買っていきたいなとは思います。きゅうりはまだ比較的安いですからね。そうなんですよ、5、6本で多分200円台だったと思います。確か僕の予想だと、はい、確かそんな感じはしました。ですからその量に比べては、そしてこれ結構大きいんですよ。はい、とってもこのカップのカレーからこれだけはみ出ているっていうことをご想像ください。それだけ結構大きいものになっております。ですからこのキュウリは比較的お買い得と僕の中では思ってますね。これで栄養分があるなら、まあまあキュウリは買いだな
というところを思いまして、でも栄養分実はそんなにないんだよねというところがございましたならば、僕はちょっとキュウリこれ買うのは控えようかなというところは思います。はい。そしてこのカレー、これはビーフカレーでございます。ビーフカレーでとっても美味しく食べることができましたよ。ただやっぱりキュウリとカレーでも、キュウリって夏野菜なのでございます。キュウリどうでございますか。なんかカレーにキュウリって確か入っていることは珍しくはありませんよね。夏野菜みたいな感じで野菜のカレーって結構キュウリって入っているイメージありません。ですからキュウリを入れてみたというところはございます。でもこんな風には入っていない、それは僕の中でももちろん分かっておりますよ。でも切るの大変じゃあございませんか。それにかじって砕くんだから切らなくてもどっちみち砕くっていうことを考えたら、まあまあ別段砕かなくてもいいかなっていうところもありますし、それにスプーンの代わりとしてキュウリを使いました。はい。スプーン代わりにキュウリというところでございまして、はい、そういう風にも使えまして、スプーンを洗わなくて済むという利点もございます。ですから総合的に考えて結構利点の多い食べ物そうだとは思いますよ。はい。キュウリの冷たさでカレーがちょっと冷ませますしね、そういうところもございますし、はい。ですからこれは総合的には合格点と言わせていただきたいとは思います。キュウリをカレーに入れる、総合的には合格点。まあ決して美味しく食べられるっていうわけではございません。まずくはないのは確かです。まずくはないですけれども、じゃあキュウリを入れたことによって美味しいかというと、別に美味しくはなってはいません。むしろカレーのみで食べた方が美味しいかとは思います。そこは思いますけれども、でもキュウリは使いようというところございましてね。ですからキュウリの使い方、はい、これでまあまあ結構比較的便利に使えたんじゃないかなというところは思いまして、合格点はあげたいなというようなキュウリカレーでございました。どうでございます。皆様もスプーンを洗いたくないという時はキュウリカレーをおすすめいたします。とのとのことでございまして、ボリューム満点で食べることのできたキュウリカレーでございました。はい。じゃあじゃあお次のコーナーに行きましょうか。お次はお一言お便りコーナーに行かせていただきたいと思います。じゃあじゃあ行きますよ。じゃん。ペンネーム三ピアさんよりいただきました。三ピアさん、新しいお一言いっぱいいっぱいありがとうね。三ピアさんがお元気なことで僕は安心をいたしましたから。そうなんでございます。サンピアさんからいっぱいいっぱいお便りいただきました。もうもうとってもいっぱいいっぱいですから、その中から無作為に選ばせていただきました。そんなお一言を拝見したいと思います。じゃん。なるほど。はい、なるほどでございます。なるほどでございます。まあまあ僕はどちらかというとそっち派と言わせていただきますね。はい。まあまあでも
そもそも買いに行くこともないということがございますけども、例えばスタッフさんに、はい、買ってもらうと必然的にそうなる、ちょっと甘噛みしましたが必然的にそうなるっていうことでございますよ。はい、どういうことかと申しますと、じゃあまず冒頭は持ち帰り、それで合ってます？これ持ち帰りを英語にしますと、お持ち帰りを英語に、はい、食べ物とかを持ち帰る、それのことを、はい、英語なのかな、英語ですよね、はい、英語で言うと、はい、もうそれでございますよね。カタカナにすると6文字ですかね。ふんふん、うん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 、はい、カタカナにすると6文字、はい、それをお持ち帰りを英語で言ってくださいませ。そうするとそのまず冒頭がこれで完成です。そして語尾は、はい、僕は何の生き物ということで、僕は、はい、どんぐりの大好きなホニャですよね。引きこもホニャアワーのホニャ、それを語尾に当てはめてください。そうすることによって完成でございます。本日のお一言完成でとなりますとどうでございますか？はい、そうなんでございます。本日はそのつまり僕はお持ち帰るっていうことでございますよ。はい、お持ち帰る、そういうことでございまして、ですので例えばお弁当とか買ってもらってくる、これはまさに持ち帰りでございますよね。その場で食べないのですから。ですので、はい、もうその持ち帰る、持つっていうのは、あの英語でこの意味なんですか？持つは簡単な英語も知らなくてすみませんね。そして出る、はい、出るっていうことですよね。その持って出る、それがほにゃ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 ですよね。ほにゃ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 、ちょっと英語っぽく言いましたよ今。出るっていうことで、外に出る、はい、外に出るっていう意味がありますよね、きっと。そのストライクの反対、ストライクの反対っていうのも違いますよね。まあストライクといえば、はい、ストライクの反対じゃありませんよ、インの反対ですよ。インの反対といえば、そしたらもうそうですよね、あれですよね。つまり持って外に出るということで、今回のほにゃ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 になりますよね。ということでございまして、今回のほにゃ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 、お分かりになっていただけましたでございましょうか？では行かせていただきたいと思います。そろそろ、はい、皆様お便り、これ本当にお願いしていいですか？これ本当に、はい、もう切実なお願いです。切実な、最近皆様どうしていらっしゃるんです？その最近のそのご近況を教えてくださいませ。そこを強くお伺いしたいと思います。はい、お便りをくださってもいい方募集中です。はい、お便りお待ちしております。もう本当にですよ。ですので、はい、そういうことでございまして、じゃあ行きましょうか。はい、サンピアさんよりの一言いきますよ。それでは行かせていただきます。ではサンピアさんよりの一言どうぞ。
クアウトリス。